効率を目指す高1生がこの夏にやりきるべきこと10選やっていきたいと思います。ポラリスアカデミーの吉村です。はい、教頭校の角です。よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、高1もリクエストがあったのでやります。最初は受験生かな、はい、でやって、次高2でやって、うんうん。もう時間が経ってるんで、公開がもう8月の10日とかになってきて、もう夏後半ぐらいなんですけど、はい、コメ欄でももらってたり、DM でも来たりみたいな感じだったので、うん、ちょっとやっていきたいと思います。また10選ですね。被るところはあるかもしれませんが、それは共通して、どの学年も大事だということですので、同じようにやっていってもらいたいなと思います。はい。はい、もうじゃあ10個もあるので、早速やっていきます。はい、1つ目ですね。計画を立てて勉強し、振り返る習慣をつけることが大事ですと。まあ、最初は計画通りに進まなくても OK なんですけど、うん、大事なのは計画を立てて勉強して、そして振り返らないと意味ないよという、この2点ですね。大事なのはやっぱり自分の勉強速度を正確に把握するっていうのが、1年生のうちにできておくとすごいいいなと思ってて、計画立てて1時間あたりどれぐらい進むのかっていう、そこの目算がずれてると、舐めた状態で2年、3年になっちゃう。3ヶ月あればこれぐらい終わるだろうと思ってるけど、意外と終わんないんですよっていうのをこの時期に知っておいてほしいなっていうのが一つ目ですね。よく言いますね、みんな。思った通り進まなかった。そうそうそう。あんまりね、思った通り進む人いないんですよ。そしてプラス、意外とできるようにならない。高校受験とかと違いますから、レベルも上がってるし、入試問題の、まあ、作り込まれ方が全然違うんでね。そうですね。はい。っていうのをまず一つ把握してほしいなというのが1個目です。そして2つ目、英単語帳の6割を暗記。はい、6割にしました。高1の夏休みで。国公立目指したい人は6割暗記と。もうこれ1冊目の単語帳の話です。ターゲットとかシスタンとか。ここを6割は暗記したい。まあ、2000語あったら1200までは暗記しきりたいな。まあ、でも1200までを完璧にってなかなか難しいんで、まあ、1400ぐらいまで行って単語テストで90点以上取ってるみたいな。国公立ってのもレベルによりますけど、ある程度のその有名国公立とかになってくると、ここぐらいできてて、で、1年生のうちに単語帳1冊は終わりきってる、文法も終わりきってるってなると、来年からですね、英文解釈、英作文とか長文読解ってとこに入っていけて、で、英語入試対策丸々2年ぐらいやれると成績安定して、英語が最後強みになって勝つことができますんで、高1の夏休みでは6割と。じゃあ今この時点でまだゼロだという人に対して。ゼロはないやろ。ゼロはないやろ。もし単語テストやってるやん。仮にもほぼほぼ単語テストもサボり気味でしたと。ほぼ覚えてませんって言ったら、やっぱり中には今、その人に向けて残り20日間、まあ後半の夏休み後半で、うん、どうやって勉強したらいいよとかあったりします。いやもう無理やね、6割まで。もう無理やんない。だって無理やろ。でもそこでそのなんか、じゃあ6割乗せないといけないから単語だけやるとかなるのは全然意味がないので、うん、確かに。やったらもうその今年中に全部覚え切るにはっていう計画でやるしかないね。ゼロはまあ絶対いないけど、単語テストでは解けるけど長文中で出たら覚えられてなくて不安ですみたいな人はいると思ってて、そういう人はやっぱり覚え方のところで問題があるので、ちゃんと単語の意味を日本語でただ覚えるだけとかじゃなくて、その単語はどんな状況を表してるのかっていう、そのイメージしてね、どんな男の人がどういうことをしててみたいな、どんな物体がどうなっててみたいな、まあ、イメージで情景で掴んでいくっていうのはすごい大事なんで、2つ目英単語帳の6割は。もう一個補足しとくと、完璧主義になりすぎるのは良くないので、正答率 100% になるまでずっと続けるとすごくタイムパフォーマンスが悪くなってくるんで、うん、はい、あくまで単語テストで9割取れるレベルだったら次に行くみたいなのがいいなと思いますので、おすすめは1400までのうち1200単語覚えてるぐらいの感じです。じゃあ3つ目いきます。英文法で遅れを取らない。2年生の時には言ったんですけど、高1の段階で英文法を習得しきりましょうねと。文法はやっぱり1年時に完璧にする必要ありますから、国公立行くならね、うん、2年とかだとちょっとというかかなり遅いので、1年生のうちに完璧にするにはこれが必要だなと。で、ただ学校によってどこまで履修してるかとか、まあ、英文法の先取り学習をどこまでしてるか人によると思いますので、こういう言い方しましたが、問題演習した時に家庭法苦手やなとか関係詞苦手やなっていうのがあったら、そこを埋める時期にしてほしいなというふうに思います。穴を作らないっていうのがまず最低条件ですね。文法なんてつまずいたとこ飛ばして後から振り返ってできるようになってるわけないですから、この夏に遅れを取り戻すと。遅れとか別にないと、文法問題は基本的には正解してますって人はもうどんどん先取っちゃってください。で、4つ目いきます。はい、4つ目、数学は習った範囲を青チャートで演習。1年生のうちから時間があるのに基礎問題成功はあまりおすすめはしません。あれは時間がない人が細かいとこは身につかないかもしれないけど、主要なところはやっていくという参考書だと私は思ってますので、青チャートでちゃんと演習をしましょう。先取り派の人もいますが、国公立って広く定義するなら青チャートをね、習ったところをやるっていうのがいいかなと思います。で、まあ、数学頼みの受験生はやっぱり落ちやすいです。まあ結構言う人多いと思いますけど、なぜならというと、数学頼みだと本番ひらめかないこともありまして、ちょっとこけちゃう可能性が高いかもしれない。
数学ができてて名判定ですみたいな人もやっぱ落ちてますし、うん、まあどの学校でもあるんじゃないかなと思うんですが、ですがただ数学ができないとそもそも土俵にすら立てないのは国公立入試の厳しいところだなと思います。文系でも1A2B やらないといけない、で理系だと二次試験の数学でしっかりと少なくとも半分以上は取らないといけないということですので、もう最低条件なんですね。高校数学しかも後から挽回かなり難しいですから、ここは英文法同様絶対に遅れを取らない、これが最低条件、本当に最低条件ですので、僕自身はあんまり時間がなかったんですけど、お茶をとやってて、そこは逆にちょっと質問題成功って、的なちょっと要素ピックアップしてくれてるやつでやったらいいなって逆に思いますね。なんで部活動ですごい忙しくて、でも国公立目指すって人は、お茶を前からやってると夏休み全然終わんないみたいな、二次関数も終わりきらなく、なんか最初の因数分解とかだけ復習できたよみたいなことになっちゃうので、そういう場合は質問題成功がいいんじゃないかなと思いますので試してみてください。はい、5つ目、続きまして古典文法で遅れを取らない、これも遅れ取らないです。まあ英文法と基本的には一緒ですね。現代文は波ある生徒が多いんですけど、古典に関しては文法を勉強してとか単語勉強してとか品詞分解勉強してっていうので、まだ段階踏んでいけるんで、努力量が成果点数に表れやすい科目なんですね、うんうん、なんで古典の方を、遅れ取らないようにしておきましょうと。まあ、ただ英語よりは配点が少なかったりもしますし、英語ほど安定してくれないので、正直英語よりかは優先順位は低いです。低いんですけどやっておくと。でまたあの漢文に関してで言うと、もう置いてかれてるな。結構漢文の教科書というか文法書みたいなやつってめちゃめちゃ空気が載ってて、どれ覚えたらいいのってなると思うんで、そういう人は早覚えの速度をやってください。続きまして6つ目いきます。部活があるなら全力で、部活に入ってるけど休みがちで勉強したとか、勉強のためにちょっと部活あんまり行かないとか、あーなるほどなるほど、そうとか、やったらもうすっぱり部活入らず勉強した方がいいし、部活やるってなるならなんか本気でやった方がいいんじゃないかなと、まあちょっとこれは個人的な意見も入ってるんですけどね。まあただそのもうみんな気分転換程度にやってますって部活もあるやん、もう週3ですとか、週2です活動はとか、そういうのやったらまあまあいいんですけど、どっちつかずになるならやめちゃった方がいいなと思うな。勉強部に入るぐらいの気持ちの方がいいなと思います。それに加えてなんですけど、部活動忙しい人は忙しい人で、空いた時間で効率的に勉強する術を自ら学ぶわけですし、使える時間を全て勉強に使うっていう体験をすることができるので、メリットはあるんですよ。だからここどっちつかずにやってると、多分ね、部活でもメリハリつかないし、勉強でもメリハリつかない。その人が引退した後って全然化けへんのよな。絶対量が少ないように効率が低いんですもんね。そこはね、悪影響かなと思いますので、どっちつかずになるのはやめましょう、はい、そして7つ目、最低でもなんですけど、可処分時間の8割は勉強ということで、多分前の動画でも話したんですけど、可処分時間、処分可能な時間なので、1日の中のまあ無駄な時間というか、ここって別のことできるよねっていう時間やね。スマホをいじったりとか、まあ夜ご飯の後とか昼ご飯の後、最低限以上にダラダラしちゃったりとか、長風呂したりとか、いろいろまあ本当に無駄な移動をしたりとか、もろもろあると思うんですけど、そこの8割は勉強しようねということで、部活に入ってようが入ってまいが、これはできると思うんですよね。大事なのは使える時間に対してどれだけ勉強するか、できたら10割ですよ。10割できてる人が化けると思うんですけど、まだ1年生やからっていうので、ちょっと甘く言ったとして8割は使おうぜっていう、これが部活に対したり3年になった時の勢いにつながるんで、使える時間のうちどれだけやるかっていうのがすごい大事だというのを分かってください。はい。続きまして8つ目、8つ目は孤独に学ばない。ちょっと2年生とか受験生の時と内容が違ってるんですけど、孤独に学ばない、独学はいいと思うんです。僕自身も独学で行きましたし、塾に行かず行きましたし、いいんですけど、その意味を履き違えないでほしいなというのがあります。まあ何かというと、リソースは最大限活用しましょうねってことで、リソースとはってことなんですけど、人とかお金とか、まあ、自分が自由に使えるような資源のことを指すんですけど、いろんな人を頼ろうとか、ある程度予算があるなら教育のサービスを受けようとか、そういうところも指すんですけど、なんか一人で全部頑張るのが偉いってわけじゃ全然なくて、そうですね。そう、しかも昔に比べて今っていろんな武器が増えてるわけやんか、動画やら、そう、ネット情報やら、ネット情報やら、いろんな塾も増えてて、そんな中で激化してます絶対、無料で、まあ、得られる情報も多い中で、その情報の使い方を学ぶために塾に行く人も多い中で、一人で戦うっていうのは結構不利、自分との戦いではあるけど、相対的に点数高い人から上に取っていかれるわけやから、競争なんですよね。使えるものが多いですから、そういうのを駆使できる人がどんどん点数上げていくとなった時に、なんか独学で行くんですみたいな、こだわってる人おらん？いますね。もう塾使うのが悪だみたいな。悪だとまだ言わないけど、まあでもなんかそう自分でやんないといけないっていう、こだわりがすごい強い人いますね。人もあるんですけど、まあもうちょっと柔軟になろうぜっていうのがあるので、使えるもの
ものは全て使うって感じですね。無料相談使ってもいいですし、はい、もうだから夏の間だけ塾行かせてよでもいいわけですよ、うんうんうん、はい、そういうのでもいいので、やっぱ極端に孤独に学んでいくっていうのはしない。これをしちゃうとやっぱ国公立結構きつくて、入試問題、まあ、結構難しい問題が出てくるわけですよ。基礎だけじゃできないようなね、それを組み合わせて応用問題解くわけですけど、応用問題の、数学とかでも例えば着眼点、あ、こういう発想で解くんだとかっていうのって、発想力要するものってあんまり一人だと培いにくいんですよね。ってなった時に塾の先生がいた方がとか、学校の先生頼ってた方がっていうのは絶対あるので、孤独に学ばないっていうのは一つですね。友達と競い合ってモチベを上げるっていうのも孤独に学ばない一つの例ですし、学校の先生にちゃんと質問や相談するっていう、このもう学校内でできるだけのこともあるわけですよ、うん、とにかく目の前しか見えない、自分はもうこうやってこうやってこうやるんですってなんないようにするよしてねっていうのが要注意なポイントですね、はい、9個目、勉強も遊びも時間に厳格になる。はいはい、時間管理の話ですね、まあ、一番最悪なのは12時までやって昼ご飯食べようとしてるのに、あ、もう55分やしきりいいし休み行こうみたいな、でご飯は、まあ、1時までって決めてるのに逆にそこは伸びる人、これも最悪、うん、で人としてはどっちも時間通りに終える、うんうんうん、勉強時間は伸ばして遊びの時間は時間通りに終わるっていうのは別に良くはなくて、勉強時間をもともと決めた時間以上に伸ばしたり、キリのいいとこまでやるとそこで一回スイッチが切れちゃうんですよ、うん、で休む時間が必然的にやっぱ長くなってきちゃう。12時から12時45分までやるで5分休憩やったら、どんなにキリが悪くてももう英語長文を読んでる途中でも45分で終わるんですね、うん、こうすると、あ、早く残りやんないと、残りやりたいなってなって5分後とか10分後ですぐに戻ってくれるようになる。授業の延長ってめっちゃ嫌でしょ。まあ、そうですね。もう少しだからって言われるんですよね。そうだから先生はキリどこまでやりたいけど、うん、あるいは授業もキリ悪いとこで終わって、ああじゃあちょっと今度ここの解説だけしてから次行くねの方が次の授業って入るハードル低いと思うよ。うん、まあ、週1回じゃないんですか、この授業って。あ、昨日やってたとか、おとつい、ね、そうそう、昨日とかおとついやってた、あ、ここの最後のちょっと最後のとこの解説だけねみたいな、じゃあまあ聞こうかってなるやんか、うん、で次の単元にするっといったら接続めっちゃ緩やかだと思う。そうですね、毎回新しいとこ、さて今日はこれをやりますってなると重いってなると思うんですけど、だから授業でも一緒やと思ってて、時間通りにきっかり終わる、きっかり始めるっていうのがもう、あの脳の疲れにも影響してると思ってて、うん、はい、なんで一回ゼロにならないために時間で区切るというのをやってみてください、はい、でラスト10個目、はい、10個目、もう残り少ないですけど志望大学に見学に行く、うん、はい、もうオープンキャンパスが実際、まあ動画出てる頃には現在進行形で、そうです、それ今日とかもありましたね、今日だやったっけ、はい、今日、ね、はい、オープンキャンパスやってますが、もうそっちの申し込みは終わってるので仕方ないんですけど、うん、やっぱ夏休みの期間にキャンパスを訪れてみてほしいなっていうふうに思うんですよね。そうですね、はい、まあ、大学休みでも入試期間じゃないんでサークル活動とかをやってるんですよ絶対に、うん、大学校内でダブルダッチみたいなしてる人もいますし、はい、はい、そうそう、オーリアンか大学、はい、いますね、でグラウンドとか見てもなんか野球部とかなんじゃらサークルとかやってたりするんで、うん、なんか雰囲気を見るためにね行って欲しいなと思いますね、うん、でここに通うんだっていうような、なんか芽生えるのがすごい個人的な大事やなと思ってて、ただ逆にえみたいな、なんかちょっと思っ なんかちょっとなみたいな、思ってるのと違うなってなる可能性もやっぱあるわけですよ。ありますね、はい、なんか流行ってる人たちちょっと色が違うなみたいなのあるやろうし、うん、駅からの遠さとかアクセスとか、うん、まあ、キャンパスが綺麗じゃないとみたいな人もいるやんか、うん、だからそういう、まあ、学問の本質からはずれるとこですけど、そこに行くために必死で頑張れるかどうかっていうのを確かめに行くのはめっちゃありやと思ってて、うん、しかも1年生やったらね、はい、今のうちに行っとかないと2年とか3年になって、そうですね、いやちょっと待って微妙かもって結構きつい、そこになったら帰らないですもんね、もう。そう、うん、そこまで遠回りしたことになっちゃうんで、早めに目指すことを、目指す場所を見ておくってことが最後まで走り切る上の一つの大事な要素になりますので、見学ぜひ行ってほしいなと。見学、はい、もう普通にフラッと行くだけでいいんで、今日行った子なんかはもうそこ見てモチベーション上がりましたみたいに言ってたんで、うん、ああそうなんやね、はい、それがまあベストな例なんですけど、いやなんかなってなる可能性もあるから行っとくというのも大事ですし、はい、見学行ってね、その大学の周りでなんかランチして帰ってもいいでしょうし、うんうん、いいですね、で受かってからもう一回そのなんか飲食店行ったら結構感慨深いじゃないですか。確かにいいですね、あの時言ってた、ここに毎日来れるようになったかみたいな、いやなると思ってて、うん、いいですねそれ。そうそういうところでもなんかね、想像、いろんな絶対大学周りありますから、うん、そこに通えるようになるっていうのが一個のモチベーションになると思いますんで、はい、頑張ってほしいなと思います。はい、
はい、ということで今回10個紹介してきました。まあ一覧にするとこんな感じですね。バッと出ておりますが、まあ全てやりきっててほしい最低ラインかなと思いますね。可処分時間の8割とかもちょっと譲歩してますから。はい。単語の6割とかね、英文法とかも遅れないとか、もうほんと最低限のところですので、この10個を必ず全部チェックつけられるように頑張ってほしいなと思います。はい。またプロレスアカデミーは夏期講習実施しております。もう毎回やってますが、やってます。やってます。まだ夏なのでやってます。2週間無料で夏期講習受けられまして、はい、ここの京都校でもそうですし、オンライン校も他校舎でもどこでもやってます。はい。計画立てて勉強管理させてもらって、そしてそれだけじゃなくてですね、問題解決というのをうちのミーティング指導の中ではやってますから、2週間勉強してもらって、でやってもらった内容とかやった量とか時間の使い方、いろんなことを振り返って、じゃあもっとこうした方がいい、ああした方がいいっていうね、勉強のクオリティをアップさせるためのミーティングっていうのをやってるんですけど、それが合計2回体験できますし、2週間分の学習管理も体験できると。いうことになりますので、はい、これを受けるだけでも、まあ、行き詰まってる勉強のモヤモヤが解消されるんじゃないかな、うん、で成績アップにつながるんじゃないかなと思いますので、興味ある方は概要欄からお申し込みください。はい、お願いします。はい、とはいえまだあんまり校舎ないわけですから、近くにないよという方はね、ぜひオンラインでもお越しください。もうオンライン校できて3年4年ぐらいか経ってますので、オンラインがちょっと不安って人多いと思うんですけど、一回それこそ無料なんで夏期講習受けに来てみてください、うんうん、オンラインでもちゃんと学習管理できるような仕組みが整っておりますので、公式 LINE から、ね、問い合わせいただければと思いますので、お願いします。専用のフォームも貼ってると思いますので、そちらからでもご連絡は結構です。ということで次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。